はい、こんにちは、浜郷です。2021年、初めての動画になります。まあ、今更ですが、今年もよろしくお願いします。今日はですね、何をしようかと思ったんですけれども、まあ、ちょっと前に Facebook とかに記事を上げたんですが、クラックって言われる、まあ、ひびですね、靴の表面にできるひびのことについてちょっとお話ししようと思います。まあ、どの辺にクラックっていうのができるかっていうと、まあ、よくあるのが、まあ、靴がこうありまして、こう曲がるところですよね。こう、こう曲がるところのこう、付け根のあたりによくできます。まあ、ひびなので、こうぐっと曲がってしまうときにこうひび割れていくというような感じです。原因として何が原因なのかということなんですけれども、簡単に言えばお手入れ不足です。まあ、ほったらかしておいて靴クリームだったりとかそういうのを全く使わずにほっておいてこうカサカサの状態になります。で、どうしてもこう、乾いた状態でカサカサになって硬くなってしまった状態で履いた時にこうパキッと割れるっていうことがあります。だから、まあ、それが一つクラックの原因とも言われます。で逆にですね、お手入れしすぎというか、まあ、例えば靴クリームとか、そういうワックスとかをいっぱい塗ってしまう、いっぱい使ってしまったりするとですね、それが逆に、割れるというのもあります。まあ、これは革自体が割れてるというのではなくて、靴クリームだったりとか、そういうワックスとかが固まってそれが割れる。で、まあ、一見クラックに見えるっていうのもありますし、逆にそれがこう革にこびりついてしまって硬くなって革自体が割れてしまうっていうこともあります。なので、まあ、そういうのもあるんですけれども、あとはその靴クリーム塗りすぎて、ちゃんと拭き取らずに、そこにそのまま履いていた時にですね、ほこりとか汚れとかが、付着して、で乾燥を進めてしまう。で乾いて汚れと一緒にカチカチになってしまって割れるっていうこともありますので、使わないのもいけないし、使いすぎてもいけないっていうことなんですね。なので、まあ、非常に困ったもんだっていうことです。あとは、履きすぎているということですね。まあ、続けて毎日ずっと履いてると、どうしてもこう休ます暇もなく、お手入れする暇もなく、革自体が弱ってしまって割れるということが起きます。まあ、これが原因になるんですけれども、じゃあ予防法としてどうすればいいかっていうのは、まあ、原因のことを一つずつ逆をやっていけばいいわけで、正しいシューケアをしましょう、靴磨きをしましょうっていうことですね。革の状態を見てあげて、今、どんな感じか、カサカサになってるのか、まあ、十分なのかっていうことを、見てあげて、適度なシューケア、靴クリームだったりとかそういうものを使ってあげようということです。であとは、まあ、必要以上に塗りすぎないということと、もし塗りすぎてたりとかまだ余ってたりとかすると、ちゃんと拭き取ってあげて、余分な靴クリームだったりを残さないということですね。で、あとは続けて毎日履かないということです。あと、まあ、原因の中で言わなかったんですけども、シューツリー、シューキーパーっていうものをお使いいただけているとですね、どうしても毎日履いてたりとかすると、こう履いた癖が残りますので、シューツリー入れとくと靴がクッと伸びた状態になって、ここに、シワが寄りづらくなりますので、まあ、こういうのも、予防の一つにはなります。で、原因と予防があって、まあ、実際、じゃあできてしまったらどうするのかっていう、まあ、修理法というか対処方法ですね。まあ、表面の傷が浅い場合とかっていうのは、ひびを目立たなくさせるために、少しこう、研磨ですね、磨いて、研磨というか、まあ、表面を少し鳴らす、まあ、削るっていうことなんですけども、してあげて傷を、浅くしてあげて、あとはまあクリームとかワックスとかで、磨いてあげたりとかすると目立ちにくくなる場合もあります。ただ、まあ、これはかなり、浅い場合なので、どれにでも使えるわけではないです。でかなり深い場合、まあ、かなりというか、まあ、ちょっとだけ深い場合っていうのは、革用の補修剤っていうのがあります。こういう、ものとかですね、あとはこういう、ものとか
ので、まあ、こういうものを使ってあげてその、傷、まあ、ひび段差を埋めてあげて表面を、うん、目立ちにくくしてあげる、まあ、補修剤とかと、まあ、革用のパテみたいなのもあったりとかするんですけど、まあ、そういうので慣らしてあげるっていう方法ですね。であとはもうどうしてももうこう、そういうのでもできない場合、まあ、傷が深い場合ですね、そういう、まあ、レーザー用の補修剤とかだけでは補修できない場合、もう避けてしまってる場合とかですね、そういう場合は、パッチと言われるこう革をこう縫い付けてあげるんですね。こうその切れたところですね。で、周りをぐるっと縫い付けてあげて補強をしてあげると。まあ、見た目に関してはまあそれをね味と捉えるのか、ものを大事にして使ってあげるっていう考えで個人個人の判断にお任せします。ただ強度としてはやっぱりあの上に、新しいパーツ、新しいパーツがつきますので、強度としては一番強いと思います。なので、まあ、方法としてはいろいろあるんですけれども、まあ、一番その状態に適したも一番その状態に、適したやり方をして、あげる必要があります。で、まあパッチは嫌だけど、なんとか深い傷クラックをなんとかしたいっていう場合ですね、まあ、こんな感じ、この辺かな、に出すかな、こんな感じ、で、なんとかやることもできるかなという感じです。まあ、かなり大変で手間がかかるので金額もちょっと高くなってしまいますが、まあ、いろいろ試行錯誤してですね、こういうこともやってきましたので、まあ、今のところこう公にっていうよりも、まあ、どうしてもっていう方で、やってます。ただ結構こう見た目的にも分かりにくくなりますし、強度的にもこう曲げても割れづらい加工をできるようになりましたんで、どうしてもっていう方は、一応相談してください。はい。まあ、皮膚と違ってですね、ひび割れた時にほっといても自己治癒はしないので、まあ、何らかしらのね、やっぱこちらで判断してあげてケアをしてあげるというのは必要になります。まあ、日々のお手入れをしっかりやりましょうっていうことになりますよね、またね、なのでお手入れ方法でもそうですし、まあ、そういうひびとかクラックとかがあれば、また相談してください。はい、今日は、ひび割れですね、まあ、クラックについてお話ししました。また何かいい題材がありましたら、動画作りますので見てください。ありがとうございました。